はい、ということでですね、今日何やるかっていうと、桃です、桃。なんか桃です、桃。ピーチです、ピーチ。皆さんもちょっとピンときてますよね。今日ですね、何やるかっていうと、あのですね、山梨県で盗まれた桃についての話です。で、今日ですね、なんでこれ紹介しようかと思ったっていうと、これですね、今これなんか話題になってますよね。ちょっともうだいぶ遅いですけどね、だいぶ遅いですけれども、なんかこう桃がですね、都会でなんか軽トラでですね、怪しい外人が売ってるって話題になってるじゃないですか。で、今回ね、なんでやろうかと思ったかっていうと、ガジェット通信がすごいんですよ。何かっていうと、そのですね、なんか怪しく販売されてる桃ですね、まあ都会で買って、でですね、山梨県の桃農家に持ってって見てもらってるんですよ。もうすでに面白いでしょ。ここでやってるんですよ。で、誰がやってるかっていうと、工藤さんっていうですね、この人です。これ多分ね、工藤さんはこれグルメライターだと思うんですけど、この人がやってるんですよ。なんかですね、この記事を書いてくれてる工藤さんなんですけど、結構ね、海外とかも行ってる人なんですけど、多分ね、メインはね、グルメ関係だと思うんですけど、で、この工藤さんっていうとちょっと面白くてですね、今回の記事だけじゃなくて、もうですね、この山梨県で桃が盗まれた時点からなんかね、たくさん記事を書いてくれてるんですよ。だから、この事件をね、すごい追ってくれてる人なんですけれども、その人は今回書いた記事が面白いってことを紹介していきます。はい、まずですね、こうあります。山梨県内で多発している桃の盗難、まだ収穫前の食べるには適さない成長度の桃がメインに盗まれた総数は約1万5000個以上とも言われている。農家が心を込めて育てていた桃もぎ、盗み去った泥棒に対して多くの人たちが怒り悲しんでいるってことで、で、これですね、今ね、なんか総数1万5000個以上とも言われるってありましたけど、何件か起きてるかもしれないです、何件か。だってこれね、最近のニュースでもこれですね、1000個、なんか1000個ぐらいの桃がまた盗まれたってありましたからね。だから事件はどんどん続いてるってことなんですかね。なかなか防止が難しいのかなとね。で、やっぱりですね、その後話題になったのはこっちですよね。こっちの話題になったかもしれないですね。これが、そんな盗難事件と時を同じくして、2022年6月中旬頃から、東京内で爆発的に増えた、路上で桃を販売する軽トラック。これは話題でしたよね。こっちの話題だった気がしますね。で、そのほとんどが、路上販売禁止の場所に停車して、違反販売をしているようで、歩行者に通報され、警察官に追われているシーンが目撃されている。ってことで、結構ね、このライターの工藤さんはこういったね、こういったトラック、怪しいトラックもね、突撃取材とかしてるんですよ。そういう人なんですけれども。で、ちなみにこれですね、ほとんどが路上販売禁止の場所ってね、そういったところに停車してるってありましたけれども、おそらくね、これ全部ダメだと思うんですよ。ほとんどっていうか全部ダメだと思うんですよ。なんでかっていうと、これですね、もしね、何かしら路上でですね、何かしようと思ったら、これ実はですね、例えばこれ、例えですよ。例えティッシュ配りだとしても、それでもですね、本当はですね、道路使用許可ってのはいるんですよね。だから当然ですね、路上で販売なんて、道路使用許可がね、なんか、いらないわけないんですよ。絶対いるんですよね。っていうかね、なんか道路で販売するって今日許可されてるのかなって思っちゃいますけれどもね。ちょっと僕わかんないですけれども。で、ここからはですね、メインの話になってきますけれども、これがですね、山梨の桃盗難事件と桃販売トラックの大増殖が同時期だったため、インターネット上では軽トラックで販売されている桃は盗まれた桃、泥棒が桃を売っている、盗まれた桃を仕入れて売っているなどの情報が拡散。ただこれが、まあ 100% ね、100% 確定ではないわけで、真偽はわからないだろうということで、今回ですね、工藤さんが、今回は路上で桃を違法販売していた軽トラック業者から7個300円の桃を入手。そして、それを持ち、すごいですよね。それを持ち、盗難被害に遭った地域の桃農家に見てもらい、盗まれた桃と同じ種類か、盗まれた可能性がある桃か、確認してもらうことにしたってことなんですよ。面白いでしょ。で、ここからがですね、その結果なんですけれども、だからね、農家さんに見てもらった結果なんですけれども、で、ここからですね、ライターさんと農家 A、B さん、だから農家の人2人出てくるんですけど、そこのやりとり、会話になります。これからですね、まず、筆者、東京で売られてるこの桃、盗まれた桃の可能性があるかなと。で、農家さんが、可能性高いですね。で、まあ、筆者が高いですかって言って、農家 A さんが、高いです。こんなのは収穫しないです。で、他の農家の人も、いくらで売ってましたか、いくらって聞いてね、いくらで売ってましたかって聞いて、筆者さんが、7個で300円ですね。そして農家 A、こんなん取らんもん。そして筆者、そもそもこれが市場や卸に流れてくることはあるのかなと。そしたら農家さんがですね、ないないない。3回言ってますね。農家 B さんがないないないって言って、農家 A さんがないですねって。2人揃ってないって言ってるね。こんなね、こんなレベルの桃はこれね、流れてこないとね。なら収穫して販売なんかしないって言ってるんですよね。で、筆者、これが流通することってあり得るんですか。で、農家さんはないですね。で、筆者、一部からは、あれ、過去軽トラの販売者の桃は、盗んだものではなく、市場で食べられないと判断したものを、軽トラ販売者がもらったのでは、てんてんてん。で、農家さんが、それは嘘です。で、農家 B さんも、こんなもの、市場じゃ扱わんって言って、筆者さんが、これはそもそも、売っていること自体がありえないと。で、農家さんが、
そもそもこの成長度では収穫をしないで、農家 B さんもこんなもんは売り物じゃないって言ってるんですよね。っていうことで、要するにこれですね、なんか一説によると市場や卸に流れてきたけれども、その中でもですね、売り物にならない桃が安く売られている、そういった説があったみたいですけれども、でもですね、農家さんが言うにはね、そもそもですね、このレベルの未成熟の桃を収穫してどっかに流すこと自体がないから、そんなこともありえないってね、明確に否定したわけですよ。だからまあこんなレベルのね、未成熟だから、今回ね7個300円で売られてる桃っていうと、まだねちょっと硬くて、だから未成熟で酸っぱい、だからそんな甘くない桃って言われてるんですよ。だからですね、そんなレベルの桃が外部にですね、市場とかに外部にね出ること自体がないって、なんでかっていうと、農家はそんなレベルの桃をね収穫することはないからだって明確に言ってるんですよ。ってことで分かってきたと。であとですね、ここ書いてあったのが気になるのはですね、やっぱ警察の動きですよ。これなんで捕まえないのかってことについていろいろ書いてあったんですよね。僕らは思いません、ね、なんか素人からすると警察捕まればいいのにと思っちゃうんですけれども、でこれがですね、なんか場所っていうと、だからまあ桃が盗まれた場所ですけれども、これがですね山梨県の笛吹市だったんですよ。だからね、笛吹市の警察庁、笛吹署がね動いてるみたいなんですよ。これがですね、山梨県の警察なんですけど、東京まで行って捜査とかもしてるそうなんですよ。だからね、やっぱ軽トラとかね、そういうところを見てるんでしょうね。ですからね、まあ、何か情報を持ってる人ってのはこれね、ぜひですね、山梨県の笛吹警察署に情報提供してください。でもこれね、僕みたいな素人からすると、警察がやれば楽勝な気がしちゃうんですけれども、だからね、例えばこう、東京とかで売ってるトラックの人に、強制的にね、ルートをね、問いただせば、こうやって問いただせばね、いい気がしちゃうんですけれども、でもね、なんかできないんでしょうね。例えばこれですね、その売ってるだろうベトナム人の人とかに、お前ルートどこなんだって言っても、そのベトナム人がね、なんか、ある日、なんか知らないおじさんから買いましたって言って、そのおじさんがどこにいるか知りませんとか言われたら、それが通っちゃうってことかもしれないですよね。そうしたらそれ以上警察何もできないとかね、そういったことかもしれないですよね。で、あとですね、記事に書いてあったのはこれね、ライターさんの工藤さん優しいんで、今回の件ですね、トラックで売ってる人が盗難の桃を売ってるとは 100% 断定はできないので、誹謗中傷とかするのは避けたいって書いてあるんですけれども、ただね、まあ僕個人的なんですよ。個人的にはね、今回の桃の盗難事件があって、で、その後にですね、ちゃんとしたルートが説明できないような桃のね、桃を販売してるトラックが急増してるわけじゃないですか。で、なんかだからもう全然文句言っていいんじゃないかと個人的に思うんですけれどもね。だってね、これ、ね、そういった桃、食品を売っていてですよ。で、ルートがちゃんと説明できないなんておかしいじゃないですか。だからこれですね、盗難とかとりあえず関係なくてもですね、そんなね、こう、ルートが言えないような食べ物をね、販売しちゃダメでしょって僕思っちゃうんですよね。そう思っちゃうんですけれどもね。で、そしたらやっぱりですね、これネット上にも同じようなコメントがあって、ちょっとコメント読んできたんですけれどもね、こう書いてありました。全部の路上販売が窃盗だとは思わないが、これだけ窃盗騒ぎで出所が証明できない移動路上販売を、あえてこのご時世でやってる時点で、真っ当な商売人が普通ならそんなイメージの悪い商売はしない、なんだよな。警察もちゃんと取り締まって捜査するべきでしょうって言ってるんですよね。僕もそう思うんですよね。だからね、怪しまれることやってたとしても、逆に怪しまれるの分かってるからルートちゃんと言うでしょう。でも言わないんすよね。なんか怪しいですよね。あとですね、ちょっともう一個、これネットで見つけたやつですけど、これもね、このコメント、これ以上紹介したいんですよ。これちょっとね、これまあ怒る人もいると思うんですよ。なんでか、ちょっと差別的なコメントだったんですよ。ちょっとね、これ面白くて紹介したかったんですけれども、すいません、ちょっと紹介します。これからですね、こう書いてありました。勝手なイメージだけど、農作物ならグエン、車や電化製品ならある、詐欺や性犯罪は2だって感じがするって書いてあるんですよ。わかります？これだからグエンっていうとベトナム人のことを言っていて、あるっていうと多分これね、なんか何々あるよって中国人を言っていて、2だっていうのはね、まあ、2だだからね、韓国の人ですよね。そういう風に言ってるんですよ。確かになるほどなってちょっと思っちゃったんですよね。なんかこれはですね、実際のこうイメージじゃなくて数字でも出そうな気しますけれどもね、まあそれぞれの得意分野があるっていうね。でもまあ犯罪だからね、いいこと、全然いいことじゃないですけど、いい得意分野じゃないですけれどもね。で、今ですね、桃のニュースを紹介したんですけれども、これがですね、次もう一個ニュース紹介したんですけれども、今回ね、今の記事で山梨の桃農家さんに聞いてもらって、ますますですね、ますますこれね、なんか販売されてる、トラックで販売されてる桃ってのは盗難の桃じゃないかってね、そういった可能性が高まった気がするんですけれども、これですね、次のニュース、さらに高まるっていうね、新しいニュースがあったんで、これも紹介します。これがですね、ちょっとまず読んできますね。こういったニュースがあったと。これが、メロンの栽培が盛んな茨城県常総市の畑で、収穫直前のメロンおよそ150個がなくなっているのが見つかり、警察が窃盗事件として捜査しています。今度はメロンだと。で、警察によりますと、3日午前4時頃、だから7月3日の早朝4時ですね、に、常総市のメロン畑で持ち主の男性が収穫のため訪れたところ、メロンがなくなっていることに気づき、まあどの子のいろいろあるんですよ。で、これが何？メロンおよそ150個、15万円相当で、男性が2日の夜に畑の見回りをした際は変わった点は見られなかったということですってことで、
だからやっぱりこれですね、3日の早朝に盗まれてると、3日の夜中とかね。で、そしたらこれがですね、なんとですよ、これ当日の夜に、だからね、盗まれたと思われてるのはこれね、7月3日の早朝、だから夜中ってことなんですけれども、日付変わったあたりね、日付変わってからしばらくしてなんですけれども、そしたらね、同じく7月3日に、7月3日の夜にこんなツイートがあったんですよ、これ。ちょっと読んできますね。これが、はい、これです。読んできます。メロンの路上販売を見かけたんだけど、桃の盗難のニュースを見てから、怪しくて仕方ない。こんなに安いことあるのかってことで、多分この人はですね、この時点でメロンが盗難にあったってね、そういったニュースを知らないんですよ、きっとね。でもね、偶然メロンの販売者を見かけて、なんか安いと、そういうふうに言ってると。これ写真ありますよね、こういうふうに。これ。ちょっと僕ね、相場わかんない。まあ結構メロンってね、種類によりますよね、値段がね。種類によるんですけど、これですね。果物の王様メロンが、これ、2個で500円ってことでね。ちょっと小ぶりなんですけどね。これがだから安いって言ってるんですけど、僕ちょっとね、わかんないです。すごい安い品種もありますからね。でもあれか、日本のね、日本の種類だと高いのかな。で、これぐらいですね、まあ、ただの偶然なのかどうかわかんないですけどもね、これなんか、ね、もしね、これ、桃を売ってた、ね、桃を売ってたトラックと同じトラックが売ってたらですね、まあ、結構ね、なんか高い確率で、やっぱりこれやらかしてるトラックかもしれないなって思っちゃいますよね。やらかしたかもしれないと。はい。ということで、今日はこんなところでございます。だからですね、これね、まあ、本当にこれただの偶然なのか、もしでもこれですね、もしこのトラック映ってますけど、このトラックがですね、これ、今メロン売ってますけれども、このトラック自身がこれね、このメロンを売る前ね、桃を売ってたら、ちょっとその確率で高まりますよね。うん、はい。ということで、今回はね、桃の次はね、これ、メロンかとかね、桃やっぱりですね、これね、農家さんが言うにはこれやっぱりですね、こんな桃ね、市場に出回るわけないんだから、やっぱりちょっとね、おかしいでしょうってね、そういったのがあったと。まあだから、かなり高い確率で、盗難されてる桃が売られてるってね、そういったね、ニュースでした。はい。ということで、今日はこんなところでございます。バイバイ。だからね、そういう果物関係は、グエンなのか、みたいなね。あ、ちょっと怒られるかな、これ。うん。